しました。今日のヒーロー、ピンチを見事にしのぎ切りました、ナイスピッチング、清水投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。チームが脱出したあのピンチの場面を受けてのバウンドでしたが、いかがでしたか。自分のピッチングしようと思って、はい、あの上がりました。まずツーアウトを取ってから、森選手との対戦、すべてストレート、気持ちがこもっていた場面でしたけど、振り返っていかがですか。そうですね、木下さんが僕のまっすぐを信じてくれて、はい、そういった信じてくれて、はい、振り切って投げました。もう1球目の形から、ストレートが全部いこう、そんな思いもあったんでしょうか。いや、まあ、それはないですけど、はい、もう木下さんを入って、はい、振り切っていきましょうと。非常に厳しい場面で、あそこを本当に止めなければいけない、こう気持ちの作り方が難しかったと思いますけど、どうでしょうか。いや、どんな場面でもね、自分の仕事をするだけなので、そこは特に、いつも通りが好結果を生んだ、そんな感じでしょうか。そうだと思います、はい。さあ、中継ぎで、なかなかあまりこうヒーローインタビュー立つことがないというね、今先ほど藤島投手もおっしゃってましたけども、今日もちょっと雨が降ってましたけど、これだけのファンの皆さん集まってきました。その声援ってどんな風になってましたか。本当に嬉しく思いますし、チームね、ファンの方の声援で頑張れるので、本当にいつもありがとうございます。チーム全体の方でよく頑張りました。また来週からの意気込みもお願いします。はい、今日みたいに、全員で助け合って、一生をもぎ取れるように、また次からも頑張ります。ありがとうございました。今日のヒーロー